俺が守る。バカ野郎、今のは月賀天章じゃねえ、剣圧だ。白蛇、そなた神聖なる竜を蛇だと。かなり派手にやってる。どこの部隊の仕業だ。お前ら5人のうちの1人からもう一度その座を奪っちまおうと思ってな。どうやらマジみたいだな。分かった、受けて立つ。麦わらの命こそ生きるエースの意志だ。だが俺にはこの試合絶対に負けらんねえ理由がある。予言魚さんもご一緒に。ビルス様には内緒ですよ。ごめん、ちょっと居眠り。昨日徹夜で勉強してたから。レイチェル、どうだレイチェル、どんな告白が一番かな。だってよ、俺たちは希望のセイントなんだぜ。そうだろ。誰の差し金なのかを探れ、そういう命令だったはずだ。行く道は切った貼ったの先にある。なんだこれ、バカにしやがって。一号くらい俺がこの体を支配する、それが俺の本能だ。その代わり青木さんとのお茶会を許してくれますよね。あの中一発のミサイルは僕からのメッセージさ。政府もお前らも自己責任が足りないって言うね。李牧が咸陽に現れるだと、一体何が起こってんだ。自分が避けられないのは分かってて、僕に攻撃を。通過の子も参加するなんて、楽しいコンクールになるといいね。完全試合はないけど、ノーヒットノーランなら甲子園で一度あるよ。電車を全て止めろ、乗客を誰一人外へ出すな。俺が守る。バカ野郎、今のは月賀天章じゃねえ、剣圧だ。白蛇、そなた神聖なる竜を蛇だと。かなり派手にやってる。どこの部隊の仕業だ。お前ら5人のうちの1人からもう一度その座を奪っちまおうと思ってな。どうやらマジみたいだな。分かった、受けて立つ。麦わらの命こそ生きるエースの意志だ。だが俺にはこの試合絶対に負けらんねえ理由がある。予言魚さんもご一緒に。ビルス様には内緒ですよ。ごめん、ちょっと居眠り。昨日徹夜で勉強してたから。レイチェル、どうだレイチェル、どんな告白が一番かな。